トルバヤルビの戦いはフィンランド側が攻勢による最初の大規模な勝利を得た。冬戦争が勃発した11月30日、ラドガ湖北部のフィンランド軍は圧倒的な攻撃を前に事前に計画された撤退を開始した。これは起伏が多く道の少ないこの地域にソビエト軍が多数の兵力を展開することが可能とは考えていなかったためである。 しかし、ソビエト軍は、スオヤルビトルバヤルビ間の道路に沿って、四段規模の兵力を進行させた。ソビエトの進軍はフィンランド第四軍の通信、伝令用のラインに、深刻な影響を与えた。この影響に対抗するために、フィンランド最高司令部は、パーボ・タルベラ大佐が指揮を取るタルベラ戦闘軍を、招集した。フィンランドの計画は凍結したヒルバスヤルビト、 トルバヤルビを通過して挟み撃ちすることによるソ連軍師団の包囲であった。第16連隊第1大隊と第9独立大隊が北部から残り第16連隊第2、3大隊と第112独立大隊が南側から攻撃することになった。ヒルバスヤルビを越えた北部の攻撃は8時に始まり、第1波の攻撃の結果が出てから第2波の攻撃が 始まる予定であったが、後に、両方とも8時からに変更された。ニコ大隊からなる、北部グループはすぐさま、ソビエト兵の抵抗にあい、フィンランド軍の脇腹を攻撃するために、進行中であった第718連隊とぶつかることとなった。昼頃、フィンランド兵は進出していた道を撤退、攻撃は目標を達成することはなかったものの、 第718連隊による脇腹からの攻撃を防止し南方に援軍を送ることができた。道に沿って攻撃するために分けられた。フィンランド第16不評連隊のニコ大隊はソビエト第609連隊の攻撃によって阻止された。フィンランドは少ないものの砲撃支援を得たため攻撃の継続が可能であった。フィンランドの攻撃は2つの湖の間の細い。 地境にあるホテルへ向けて継続された。パヤリはホテル近郊のソビエト兵を挟み撃ちにするため、予備部隊としていた第10大隊の投入を決めた。ホテルの占領戦の末、ソビエート連隊長の遺体と連隊の指令書類が見つかった。フィンランドの撤退は凍結した湖の上を通り、夜間に行われた。朝方、タルベラ大佐は再度攻撃を命じた。 12月20日から22日にかけてソビエト第139師団はフィンランド軍に押し戻されトルバヤルビから 20km ほどの位置にあるアグラヤルビで壊滅した。増援として送られたソビエト第75師団との接触もあり、これも交代させることに成功している。フィンランドは戦死者100名と負傷者250名を出した。一方ソ連軍は1000名を超える戦死者を出し、 砲兵中隊の方二門、対戦車砲、二十数両の T-26 などの戦車、六十以上の機関銃など様々な物資を失った。この戦いはフィンランドにとって重要な構成勝利であり、フィンランド軍の士気を大きく押し上げるものだった。ありがとうございます。